地域大学解説ストレッチ、イエーイ、イエーイ、一点目。ストップ。オリさんがニア蹴るとき、ニアに蹴るっていうのが分かってたので、練習から入るタイミングを意識してたので、あとは気持ちで突っ込みました。いやー、素晴らしい。素晴らしい。はい、行きます。ストップ。ボール来たタイミングで、あ、ここだと思って、思いっきりジャンプしたら、あ、いい感じに空中で止まれたので、あとは、叩き込むだけでした。うおー、ナイスゴール、ナイスゴール、ダーン、よくやった。2点目。ストップ。このタイミングで、ボールが自分の方に来たんで、トラップせずにあえて流すことによって簡単に前を向いたんですよね。ストップ。で、ここで相手のディフェンダーが来たのが見えたから、まあ、背後のスペースにシンプルに置こうと思って、ヤカビ君なら間に合うと思って出しました。はい、ストップ。ヒロシがセカンド回収して小田村のとこに行った瞬間に前が空いてたので、あとは走ってボールが来るのを待つだけでした。いい感じにボールが自分の前に来て、とてもいいパス出してくれたので、あとは冷静にキーパー見て決め切るだけでした。早い。パスがいいんですよ。さあ、出て。ストップ。オリデ君が、まあ、ここで速いクロスを上げて、まあ、相手がクリアミスをして、なんていうの、まあ、たまたま転がってきて、あとは、まあ、冷静に決めるだけでした。さすがストライカー、ボールが持ってくる。4点目、バースデイゴー。まずここで相手のトラップが長くなったんで、自分は相手に触られへんように左足でうまい感じにターンできて前に運びました。そっで、ここで足ブロしようとしたんですけど、普段あんましないんでミスってボールがどっか行っちゃいました。そっで、ここで後ろに相手の気配が感じなかったんで前を向いたら誰もいなかったんで、前に進んでいったら、はい、ありがとうございました。ナイスポジション。ストップ。PK は高校の時から高校の監督にしっかり蹴るんだ、それ平野先生やないかって言われてたんで、しっかりいつも助走は決めていました。で、ここで自分はいつも相手とキーパーをといろいろ駆け引きをしてるんで、まあ、しっかりキーパーを見て蹴れたかなと思います。いやー、ナイス。ラスト。で、ここでやっぱ応援してもらってる人がいたんで、あっちに応援団の方に飛び込んでると嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。東学戦、リベンジすることができました。来週も応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。